コいっぱいだよ。水買ってくる。贅沢を言わなければ順次揃ってます。こうやってスーパーの方がお店をね開けてくださってるので助かってます。ありがたい。だって支援物資来ても避難所しか行かないから、一般家庭の方にはまず来ない。ああ、それは大助かりだと思う。今必要なものばっかり。でこんだけ買っても2000円だったし、とても普段より安くなってんじゃないかなと思いました。食べ物とかお水を届けに来たんですけれども、連絡がちょっと取れなくて、新しくはない。外で見たらここって書いてある。ちょっと待って、このお家で合ってるのかな。なんか村田名前が書いてないからわからなくて、いまだに倒壊家屋、瓦礫、その下で救助を待っている人がおられます。ぜひともですね、その情報を収集した上で何としても救い出すと、このことが第一の目標であります。